って A 君、学校に現れたと思ったらこんな場所に連れてきて。じっとしてろ。私まだ心の準備があった。こんなところを撃たれたのか。え、何これ。起動マーカー、騎兵を呼ぶスイッチだ。動くな。これでいいだろう。426の話通りなら問題なく動くはずだ。俺の騎兵を登録した。15番騎兵ダイモスと戦うロボットだ。俺よりお前が持つ方が役に立つ。俺はとんだ役立たずだ。そんなこと。冬坂、俺、いや、何でもない。森村の言うことより自分を信じろ。あ、A 君。大丈夫？いや、困ったわね。動けない。表通りは黒服が張ってる。すっかり囲まれてるわ。ひどいよね。薬はどうしたの？とっくに空だ。もう飲んでも効かない。どうすることもできない。俺の記憶がなくなったらきっとあんたを訪ねる。その時渡してほしい。メッセージ。この時代の伝言サービスを使った。分かった。イージスシステムで全てのターミナルを封じてしまえばこの街はユニバーサルコントロールと切り離され、管理も制御も効かなくなる。だから人が消えるんだ。いくつかターミナルを残すようにすれば。ダメよ、そこが D に狙われる。この世界を諦めて次にかけるしかないのか。それも無理よ。私たちに次はないの。2188年の記録から衛星にリンクする方法を見つけた。衛星？この世界のものじゃない。本当の世界にある軌道上の人工衛星よ。そこからこの世界の仕組みが分かったの。何度でもやり直せるわけじゃなかった。我々のいるエリアは対応期間がもう限界。次に制圧されれば向こうの施設ごとリセットされてセクターゼロも消滅する。セクターゼロ？なんだ、聞き覚えがあるぞ。症状が悪化してるわね。いいわ、よく聞いて。5つのセクターの他にもう1つ特殊なセクターが存在する。そこは空間がなく中を見ることはできない。セクターゼロはループの影響を受けない避難領域なの。転移装置で自分の情報を送れば世界がリセットされた後再生されるの。そうだ、それで次の世界に脱出できるといたか。だけど次はセクターゼロも消滅する。もう私たちはループできない。これが最後なのよ。次の世界には脱出
できない。イージスシステムを起動すれば消滅は免れる。残るのが誰もいない廃墟だとしても。本当ならなぜ秘密にしていた。それは関ヶ原君。記録を消去したのは見られたくなかったのよ。誰にも知られたくは。2188年に何があって、今地球がどうなっているか知りたい。ナノマシン汚染で人類は滅びた。それは私のせいで。関ヶ原くん、いけない、危険な状態だわ。このままでは。どうしたのお嬢ちゃん、こんなところに。覚えてないのも無理はない。最後に見たのは赤ん坊だったものね。森村千尋は私だけで十分よ。あなたは。計画の障害は排除する。ここはどこだ。なぜこんな場所に。何も思い出せない。なんだこれは。銃か。どうして俺がこんなものを。おい、あんた大丈夫か。息をしてない。一体何があったんだ。ダメだ、全く覚えていない。まさか俺がやったのか。腹部から出血している。死因はこの銃創とみて、まず間違いないだろう。俺が倒れていた場所だ。薬か。俺の持ち物の可能性は高いな。そうだ、あの死体の所持品に手がかりがないだろうか。スカートのポケットに何かある。数字の羅列が書かれた紙。周囲に他の手がかりはないか。他には何も持っていないな。ここには何もなさそうだ。自分のポケットを調べてなかったな。手帳、生徒手帳と、これは鍵か。封筒が落ちている。これは関係があるものか。中身は濡れてないようだ。封筒の外側には特に何の表記もない。中に書類が入っている。中にはプロフィールとメモが一枚だ。森村千尋、職業教員。メモは手書きの指示書だ。確保できぬ場合は射殺せよ。森村千尋、間違いない。撃たれているのはこの女性だ。
村の書類と同封されていたメモだ。確保できぬ場合は射殺せよと書かれている。森村千尋、31歳、桜高校養護教諭、四季島の兵器開発に関与、重要人物とある。記憶がない。どうしてこんな場所にいる。自分が誰かもわからない。これは俺の生徒手帳じゃない。桜高校1年 B 組、冬坂伊織。冬坂、顔に見覚えがある。関係は思い出せない。だが妙な気分だ。親しい人物か、もしくはその逆か。この辺りだ。そこを見てみよう。誰かが来るぞ。言い逃れできる状況じゃない。向こうから逃げた方が。その裏路地も調べよう。こっちからも。隠れなければ。これはひどいな。奴はどこに行った。銃を持っている。危険だ。発砲も許可が下りた。速やかに処理しなければ。遠くに逃げられては厄介だ。本部に連絡してここは処理させる。頼む。我々は交通機関に先回りしよう。どうやら俺を探してるようだ。状況から見れば俺が犯人だ。なぜ覚えていない。ともかくはっきりするまで捕まるのはまずい。もう四季島を当てにはできないな。四季島の幹部たちは先生の死に困惑している。私では子供扱いされ、騎兵計画を主導できまい。今後は四季島が勝手に方針を決めてしまうだろう。先生、なぜ先生が。あやめ公園に行ってもらえますか。早かったわね、コート君。警察で遺体を確認してきました。森村先生本人で間違いありません。そうなの。あまりショックではなさそうですね。森村千尋はここに無事でいるから。なるほど。それで警察はなんて。死因は腹部の銃創。体内から弾は発見できていません。犯行に使われたのがこの年代の銃ではないからでしょう。死亡推定時刻は19時頃。先生が短髪の学生とどこかへ急ぐ姿を現場付近で通行人が目撃しています。目撃者がいたの。この時代の警察もなかなかね。先生を監視していたドローンから何か分かりませんか。タイミングの悪いことに監視から外れていたわ。政府機関の動きを調べていたから。そうですか。あなたは誰が犯人だと考えてる。
犯人の見立ては。そうですね。森村先生と面識がある人物で、学生服を着た短髪の男、関ヶ原 A だ。目撃証言は関ヶ原 A と一致します。関ヶ原 A は記憶障害の症状が出ていた。彼だとすればそれらしい容疑者ね。わざわざ連れ出しているのが気になります。殺す気なら人目は避けるはず。その気はなかったがついということも。彼は思い詰めるタイプですが、衝動的に撃つほど愚かではありません。じゃあ他に誰が。あなたが番号で呼ぶ彼。普通に考えれば容疑者として名が上がる存在です。適合者全員を犠牲にしようとした、未だ野放しの危険な存在だ。追い詰められた意識だけの426が何を考えているかは見当もつかない。426は手段として殺人も厭わない。飯田さんがいれば犯人だと断言するでしょうね。私が426を撃ち殺すまでこっちで新たに4人が犠牲になってる。ドロイドとなって復活した彼が報復として私を始末したとすれば、動機としてはしっくりくる。森村先生、一つ質問があります。何かしら。426に対して特別な感情を抱いていましたか。特別。彼は私に理解のある大事な友人だった。今はそうではないようだけど、突然どうして。それはおかしい。18番、いや玉尾さんの話では。あなたは426が犯人だと。関ヶ原 A でなければね。他に誰かいる。私もうすうす感じていた先生の思いは、玉尾さんの相談で確信に変わった。記憶を失った泉十郎を先生は426に変えようとしていた。その理由はおそらく恋愛感情によるものだ。私が彼を。まさか。あの森村千尋は記憶操作をされている。あなたもそう言っていたじゃない。私が彼をね。私の趣味じゃないわ。森村先生と飯田さんとは別に、16年前にこちらへ逃れてきた4人、私が先生の手伝いを始めた頃にはすでに彼らは肉体を失い、セクターゼロの転移データをもとに意識のみ再現された AI だった。彼らが肉体を失った原因は426による暗殺だと私も飯田さんから聞かされた。しかし真実は違う。16番の話では先生も知っているはずだが、16番騎兵を制御する彼女が森村先生に真実を伝えた時のことを私に語ってくれている。先ほど先生は426による新たな4人の犠牲者の話をされた。
本当に覚えていませんか？何を？おそらくあなたは私がまとめた過去の資料を見たのでしょう。あれは昔まとめたもので、井田さんの証言がそのまま書かれている。つまり誤りです。そう、こんな体になったのだから記憶の混乱は多少あるわ。私が森村先生の記憶が操作されていると、そう疑ったのには理由があります。記録ですよ。記録？あなたが森村先生ならご存知のはずだ。あなたが生まれる2年前、井田さんが426から引き出した情報で、その存在が明らかになった記録を。記録というのは、426の解析で中枢のデータから見つかった2188年の記録映像です。その記録に私がアクセスしたのを知り、先生の態度が急変します。記録を全て消去されました。なぜ消したか教えてもらえませんか？さあ、覚えてないわ。森村先生が426に操作されたと私が思ったのは、ある記録を見たからです。泉十郎が森村千尋に記憶のダウンロードを施しているという報告の記録でした。426が私に記憶を？まさかあなたは森村先生も私も426だと言いたいわけ？私に不都合な記録を見られた先生は記録を消去した、そう考えたのです。発端はあなたを作った適合者実験だ。先生の映像とあなたの言葉で私はすっかり判断を誤ってしまった。あなたを先生だと思い込んでいた。最初からあなたはあなたとして生まれた。私が森村千尋ではないとでも？私が森村千尋の複製でないなら私は誰だというの？あなたは森村千尋です。当たり前でしょ。いいえ、先生ではなく森村千尋博士。2188年の四季島の宇宙計画、その中心人物だ。千尋さん、私が博士？そうです、そう言いました。あなたは森村千尋博士。2188年の四季島の宇宙計画を指揮した中心人物だ。何を言い出すのやら。これは仮定の話です。一つの解釈を述べたまでです。もしも私が博士だとしたら、私を作ったのはあなたの知る森村先生よ。博士を生み出すのが彼女の計画だったわけ？どうなの？先生が行ったのは適合者実験です。彼女はあなたを自分だと思っていた。自分のつもりで再転送した。セクターゼロに保存されたもう一人の森村千尋。あなたは新生児で現れたため意思疎通も不可能だ。それで先生は気づけなかった。それも推測でしょ？もちろんです。だが
あなたが博士なら相当慌てたはずだ。目論見とまるで違う状況に。目論見？2188年の記録で飯田哲也の報告にあったのは、最終工程で森村千尋に記憶移植がされること。最終工程というのはつまり我々です。そろそろ付き合いきれないわ。まあそう言わず、せっかくですからもう少し聞いてください。最初に見た未来の記録は私の ID で見た更新記録だ。私が初めて自分の記録を見つけた時、映像には初老のゴート連夜の姿があった。2188年の記録にですよ。最初は時間移動してたどり着いた私の未来の姿かと考えました。しかしそうじゃない、順序が逆です。つまり私が彼のクローンなのです。あの記録映像に残る人物たち、彼らはそれぞれクローンを作った。クローンね。それを裏付ける記録を見ました。何を見たの？遺伝子工学が専門の高宮教授との通話記録。コロニーに生き残った15人、そのクローンが適合者で、それぞれ時代の違う世界に育っている。そしてあなたは自分のクローンに移植されるはずだった。目論見とは違う。おそらくあなたが今気になるのは、私がどこまで記録を見たのか、そのことでしょう。心は大人でも幼い体では、動揺を隠すのは難しい。そんなわけは。それは引っ掛け？記録を見る限り、高宮教授と森村博士は古い間柄のようでした。千尋さんは何かご存知ですか？知るはずもない。沖野司については、彼も適合者ですから当然15人の一人で、2188年にも存在している。当ててみてください。彼が2188年で何者であったか。わかりませんか？ごめんなさい。私が教えましょう。彼は、沖野司は、森村千尋博士の息子だ。だが、腹を痛めて産んだ子供ではない。人工調整の政策で、博士は若い自分に卵子を提供している。彼が血縁関係にあるとわかるのは、クローンのための遺伝子検査でです。自分の子であることを意識した博士に、母親が感じるような心的変化が現れた。だが彼は博士に批判的で、計画の関係者としてもうまくいっていない。最後に際し、博士は真実を告げるメッセージを彼に宛てて残していた。やめて。あれを見たの？おかしいわ。記録へのアクセスは生体 ID が必要で、取り出せるのは個人の記録のみよ。沖野司と私の記録にはアクセスできるはずが。ありがとう。
森村博士。確かに私のアクセスで出てきたのは企業関連の記録ばかり。会議の報告や連絡がほとんどでした。あなたに関する内容もほんの少しだった。どうやって私の記録を。それはですね、冬坂伊織、気を失った彼女に協力してもらいました。彼女は森村千尋、適合者です。あなたが先生なら冬坂伊織が何者かも知っていたはずだ。このセクター4へ隠した張本人なのだから。生まれて間もない二人を別人に仕立てた。おそらく井田さんのアイデアでしょう。だから2104年にいるはずの森村千尋も、2024年の井田哲也も見つからなかった。私の知る四季島のゴーとレンヤとはあなた随分違うのね。困り者なのは同じだけれど、それで私が博士だとしてどうしたいの。真実が知りたい。現状に至る真実が。だが分かっています、あなたは何も教える気がない。どうして。我々に知恵をつけられては困るのです。滅ぼすつもりだから。あなたは最初からこの世界を救う気なんてない。それで私が博士だとしてどうしたいの。真実が知りたい。現状に至る真実が。だが分かっています、あなたは何も教える気がない。どうして。我々に知恵をつけられては困るのです。滅ぼすつもりだから。あなたは最初からこの世界を救う気なんてない。私が世界を滅ぼす。そうです。あんな怪獣が現れて私が一番困っているのに。その通りだ。それは嘘じゃない。あなたが第一に考えているのは2188年に立てた計画の遂行だから。だが現状は計画から逸脱しすぎている。地下の円盤へ案内したあの日、あなたは言いましたね。どうにもならない。つまり D コードが起動した後ではどう修正しても計画に影響が残る。修正には D コードを取り除きループさせた方が効率的だ。ループ自体は全セクターの中枢が D に制圧されなければ起こらない。だからあなたはここを滅ぼさせて世界をリセットする。今あなたが一番心配なのはイージス作戦だ。イージスは単なる防衛機能じゃない。ターミナルは自己防衛のため封鎖され、そのターミナルから世界を管理できなくなる。全てのターミナルが塞がれば我々は中枢と切り離され、ループも消滅も起こらない。だがそうなってはあなたの計画は失敗だ。計画のゴールはここではないのだから。話を最初に戻しましょう。森村先生殺害の犯人です。
誰だと思うかと聞かれましたね。あなたが森村千尋博士なら、先生殺害の犯人はあなただ。へえ。イージス作戦を推進する先生は、全てをリセットしたいあなたには邪魔だった。面白い推理だけど、言いがかりね。あなたがどこか、私を敵視する理由はわかります。あなたはゴート連夜によって入面者を追われた。買収元である四季島にとって邪魔だったからだ。その後、あなたはこの箱舟計画を率いる尾形健吾の指示で。尾形健吾、尾形年次の父親で、あなたの才能を認めていた四季島の会長。彼は老衰で2187年に亡くなっている。だが私がここで言う尾形健吾とは、死後あなたが秘密裏に彼の記憶を複製した AI の名だ。あなたはそれに操られていた。助言をもらっていただけよ。それも記録ね。ええ、ゴーとレンヤがその AI を見つけた。あなたの死後コロニーでの記録です。あなたは18歳になったクローンに記憶のダウンロードを施すようセットしている。あなたがこの計画に対し人類を救う使命感があったのは間違いないが、尾形健吾を復活させるためだというのも事実だ。森村千尋のクローンに森村博士が入る。そしておそらく尾形年次のクローンに尾形健吾が入る。だからあなたは計画通りにこだわる。あなたから見れば、森村先生は保身のため計画を台無しにする出来の悪い分身だ。殺すのにためらいはない。残念だわ。やはり始末するほかないよね。さよなら。残念だわ。やはり始末するほかないよね。さよなら。その銃で私は撃てません。イージスを知る邪魔者は生かす気はないということですか。これはあなたが護身用に欲しいと言ったので私が用意した銃です。それなら今度はあなたがその銃で私を撃つのかしら。それは誤解です。安全のためあなたと私は撃てない、そういう設定にしてあります。やはりそうだ。銃の使用履歴では発砲の時刻は先生の死亡推定時刻とほぼ一致する。あなたはこの銃で先生を撃った。それに事件当日、本当はドローンで森村先生を監視していましたね。あの日の現金の減り具合から見てタクシーを利用して現場に向かった。そこまで調べておいて今までとぼけて、いつから気がついていたの。私が博士の方の森村千尋だと。気がついたのは三浦がここであなたを見つけた時です。あなたは三浦を優秀な設計技師だと言った。だが設計技師は2188年の三浦だ。それもゴート連夜の記録。いいえ、17番騎兵の AI だった三浦です。
彼は記録の存在も私に教えてくれました。それで私をどうするの？殺さないなら閉じ込める？先生のことを思えば内心複雑です。だが感情的に恨みを晴らしても起こった結果には何も影響がない。それなら私は真実により近づく方を選択する。私は知りたい、先生も知らないこの計画のその先を。あなたは分かりやすい嘘をついた。泉十郎は自分の趣味ではないと言ったが、博士と2188年の泉は深い関係にあった。セクター1にあなたと泉がいる意図的な配置からもそれはわかる。あなたは記憶移植を設定する前に死んでいる。おそらくそれで泉があなたの意を汲んで成し遂げた。復活を望む尾形健吾はわかるとして、なぜあなたも記憶を移すのですか？それは導くものが必要だからよ。指導者がいなければ人は仲違いを始める。あのコロニーの最後のように。なるほど。予想通りあなたは計画に対し真摯だ。そこで提案があります。私と賭けをしませんか？あなたの望み通りターミナルを残します。イージスで全てを塞ぎループを閉じたりはしない。それでこの状況、確かに計画通りには戻せない。だが考えてみてください。最終工程を終えたその先にもおそらく苦難や問題は次々と待ち受ける。我々が未知なる問題にも自力で対処できると証明できれば、あなたの計画を引き継ぐその資質があるとは考えられませんか？それは一理あるわね。我々がこの問題を解決してみせます。邪魔はせず戦わせてくれませんか？失敗ならリセットで構いません。かっけ、あなたに勝ち目はないわよ。さて、それはどうでしょう。